風の巨像を倒した麦わらの一味、新たなるキューブを手に入れた彼らは再び記憶の世界メモリアを目指す。水の都で意外な人物が彼らを待ち受ける。自称海上都市ウォーターセブンの冒険。もう一度お前と旅ができてよかったよ、メリー。メリーとはここで別れるんだったな。なあルフィ、俺少しメリーと一緒にいていいか。あ、わかった。じゃ先に行ってるぞ。この世界のメモリアキューブはここみたいね。